皆さんどうも、霊夢よ。皆さんどうも、マリサだぜ。2023年12月29日、ここは広島県の JR 広島駅。今の時刻は、お昼の15時45分くらいね。このチャンネルでは非常に珍しい広島駅からのスタートなのか。これから一体何に乗るつもりなんだ？今回は、平日と休日ともに、朝夕に数本だけ運転されている。広島始発の山陽線、五日市行きに乗車していくわよ。ああ、広島始発の五日市行き普通か。確かに、ここ始発の五日市行きなんて、あまり聞かないもんな。15時48分、今回乗車していく普通を担当する車両が入線してきたわね。広島地区ということで、車両はやっぱり227系レッドウィングなんだな。ってことで乗車。これから乗車していく227系レッドウィングの車内はこんな感じ。関西の225系や、岡山の227系うららと座席配置は同じだけど、モケットが広島らしい赤色になってるんだな。15時56分、広島を発車。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は普通列車五日市行きです。ここから終点の五日市ってところまで、どれくらいかかるんだ？ざっと20分ほどよ。五日市って、思ったより近いんだな。終点まで20分しか走らないけど、この列車、実は6両編成なのよ。6両？短距離しか走らない割には、長い編成なんだな。15時59分、新白島に到着。この駅では確か新交通システムに乗り換えができたはずだよな。そうそう、アストラムラインっていう新交通システムね。続いて16時1分、横川に到着。この駅で、可部線と分岐するのよ。可部線って、近年、沿線住民が増加してきて、単編成で運行してる関係で、混雑が増してきた路線だよな。この五日市行きの普通列車、主にラッシュの時間帯に多く運転されていて、広島始発以外を含めると、まあまあ本数はあるんだけど、短距離運転の広島始発だけに絞ると、平日4本と休日1本しか運転されてないの。つまり、五日市行きってのは、ラッシュ時間帯の準主力列車ってわけか。広島に車庫がある関係で、広島始発も運転されてるんだろうけど、やっぱり短距離の列車で長編成となると、こんな感じでガラガラになっちゃうんだよな。16時6分、西広島に到着。この駅で、広電こと、広島電鉄線に乗り換えることができるんだよな。そうそう、広島電鉄線とは、この先、しばらく並走する形になるわよ。6時11分、新井の口に到着。初見では洗い口って呼んでしまいそうなこの駅だけど、新井の口、なんだよな。広島東洋カープの監督さんが洗井さんだから、なおさら間違いやすいのよね。16時12分、新井の口を発車。次の停車駅はもう終点の五日市なのよ。早いな、もう終点なのか。ってことで16時15分、終点の五日市に到着。真ん中のホームに入ったということは、これから折り返しで走るってことか。そう。
乗ってきた227系は、折り返し、普通列車糸崎行きになるの。ある意味、今回乗った列車は、この糸崎行きの送り込みを兼ねてそうだな。確かに、そうなのかもしれないわね。さて、今回はこれで終わらないわよ。あれ、まだ続くのか？うん。このまま引き続き、岩国行きの普通列車に乗り込むわよ。ということは、もうちょっとなんかするのか。そして、私たちがやってきたのは、宮島口駅。おお、宮島か。これから宮島へ観光にでも行くってことか？いや、今回はそこまで時間はないわ。じゃあなぜわざわざここまで来たんだ？実はこの宮島口、今まで鉄道で行ったことのある最西端の駅なの。数年前に、ちょっとだけ訪れたことがあったんだけど、その時は、記録できる媒体を持ってなかったのよね。なるほど。つまり数年ぶりのリベンジってことか。そういうこと。去年は時間の関係で来られなかったから、今年は来られてよかったわ。リベンジに成功して、ほんとよかったな。ということで今回は、1日数本限定で運転される広島始発の五日市行き普通列車に乗ってきたわ。このような列車は、朝夕の時間帯を中心に運転されているんだけど、1日に数本だけ、広島を始発とする、短距離だけ走る列車が存在するのよね。今回は、広島始発の五日市行きに乗ってみたんだけど、この列車、送り込みの関係で、長い両数で運転されるから、やっぱり車内は、空席が目立った感じだったな。この広島始発で運転される、五日市行きの普通、興味がある人はぜひ一度乗ってみてね。後続の岩国行きが3両での運転で、結構混んでいるから、五日市まで今回紹介した列車を利用すると、少し快適に移動できるかもな。ってことでこの宮島口から、ちょうどやってきた普通列車に乗って広島方面へ戻るわよ。わかったぜ。ということで今回の動画はここまで。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価をお願いするぜ。最後まで見てくれてありがとうね。ありがとうな。